ジョルジュティエリ・ダルジャン流は、フランスの海軍軍人、将校、提督、自由フランス軍一員、カトリック教会カルメル会主催。ダルジャン流は、ブルターニュの名門家系の一人として、ブレストに生まれ、代々軍人を輩出する家柄であった。家の伝統に従い海軍主管学校に、入学、17歳で卒業。 第一次世界大戦に従軍、モロッコ遠征の成果が評価され、レジオンドヌール勲章を受章。1920年、周囲から期待されているにもかかわらず大官、カルメル海に入会。請願して、3位一体のルイと名乗り、司祭として多くの政務をこなしていた。1939年夏、パリカ区長を務めていたダルジャン流は、原則、海軍に復職。 参謀爆僚に任命され、シェルブールに駐屯。しかし1940年、ドイツとの激戦で捕らえられ連行されようとして3日目、命さながら脱出し、ノルマンディの農夫に変装して、イギリスに亡命、ダンケルクから逃れてきた、フランス人亡命者らとロンドンで再会した。同じく亡命してきたシャルル・ド・ゴールと共に自由、フランス軍を結成。同年末、ダルジャン・リュウは、 ドゴールと共に、BC 政権放棄をフランス入植者に説得させるため、ダカールに向けて出発したが陸上からの攻撃を受け負傷するも、ガボン島をアフリカ各国への攻撃の指揮を取った。1941年、フランス領の高等弁務官に任命され、フランス各植民地を連合軍側に引き入れ、また外交官としてカナダ、アメリカ合衆国に派遣され、 セオドア・ルーズベルト大統領と会見。1943年、ロンドンに戻り海軍司令官に任命され、ノルマンディ侵攻に当たった。1944年、フランスは勝利しダルジャンリューは、ド・ゴールらともに、シャンゼリーゼを並んで歩いた。1945年、第二次世界大戦終結後、インドシナ帝督、その他地域のフランス軍最高司令官を務めた後、 1947年、聖職者に戻り、教会活動に従事した。世間から隠れるように、修道生活を送り、1964年、起点。ABC、カリット A の旅、P672、カリット A の旅、P673、AB、カリット A の旅、P674。ありがとうございます。